こんにちは、ゆるふわです。ゆるふわパリから戻ってきました。いや、本当にフランスのフランスパンすごく美味しくって、もうね、ショックながらデブふわになって帰ってきてしまいました。もう、で、今週なんとトークン2049ドバイという仮想通貨業界の多分一番大きいんじゃないかなって思われるイベントがドバイで開催されます。なので今週一週間かなり大忙しな一週間となりますし、私のチャンネルの方でもイベントの盛り上がりの様子だったりとか、まあ、各ね、いろんなところにインタビューしてきた動画もね、今週アップできたらなと思っております。ゆるともいつもありがとうございます。ということで今回はビットコイン半減期まで残り5日となりました。ここについての話と、あと2つ目はパリの情報です。こちらについて今日この動画でお話をさせていただきたいと思います。それでは、このチャンネルが始まる前に、ゆるふわのチャンネル登録とグッドボタン、高評価ボタンをポチポチと押していただけるととっても励みになります。またこのチャンネルの成長につながります。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。そしてパリの旅行のね、旅の様子についてはサブチャンネルの方でアップさせていただいておりますので、ぜひサブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、ビットコイン半減期残り5日です。ついにここまで来たかという感じなんですけれども、が一方でね、土曜日だったよね。私にとっては土曜日の夜だったんですけど、土曜日の夜。いや、もう日付超えてたかな？日曜日の夜。まあ本当に私にとってはその日付が変わるぐらいのタイミングだったんですけども、なんとね、6万1000ドル付近まで暴落をしました。もうその時に私すかさずツイートをさせていただいていたんですけれども、なんと2400億円相当のロスカットが入っています。私が入れていた差し値がガンガン刺さっていました。それぐらい、ビットコインが下がったのはもちろんなんですけども、アルトコインの下げがすごかったです。本当にすごかった。この下落を受けて、もう調整段階整ったんじゃないか、ということが言われてはいるんですけれども、引き続き、この下落が起きた理由というのは、イスラエルとイランの戦いが始まってしまうのではないかな、というニュースがね、流れて、暴落が起きました。で、引き続き、まだね、みたいな感じにはなってないんですけれども、結構緊張感走っていると思います。そして、まあ、このね、イスラエルとイランの緊張感、世界情勢の緊張感、あとビットコイン半減期残り5日、そして仮想通貨の業界の中での最も大きいイベント、トークン2049が行われるということで、今週かなり重要な一週間となっています。そしてこのね、ビットコインの半減期が起きた時に、ビットコインマイナーの方の収入減、約 1.5 兆円の収入減の恐れがあるということが言われています。そしてまた、今回のビットコインの半減期はいつもと違う、前回、前々回とは違う流れになってきそうだということが予測されています。なぜなら、ビットコイン ETF の承認があったりとかしたので、その影響を大きく受けるだろうということが言われています。今回もその土日に暴落が起きたんですけれども、ビットコイン ETF を触られている方というか、ビットコイン ETF 民っていうのかな、まあ、そう呼ばせていただくんですけれども、その方々は取引ができないんですよね。証券会社とかというのは、営業がやっぱりその平日、土日祝日はお休みとなっているので、基本的には、売買が、ストップしてしまっています。そういった意味でも、皆さん、ね、ぜひ、月曜日は結構注目して相場見ていただきたいなと思います。それではちょっと早速なんですけれども、今の相場状況をね、見ていっちゃいましょう。土日の大暴落あったんですけども、今は若干戻ってきました。こちらが日足です。日足若干結構戻ってきましたね。アルトコインに関しては結構大きな戻りを見せてきています。週足見ていきましょう。
ほぼほぼの確率で、真っ赤となっていますが、TON と、温度強いです。これぐらいじゃないでしょうか。もう強いと言われるのは。よくね、ご質問いただくんですけれども、ビットコインの底はどこですか？どこが買い時ですか？というご質問を本当に多く受けます。これ私の本音です。私の本音。誰にもわかりません。で、特にやっぱりそのインフルエンサーの方だったりとかが、ね、いろんなこと言っていらっしゃるのすごくお見かけするんですけれども、誰にもわかりません。自分の軸をちゃんと持つ。もうこれをゆるともにはねしていただきたいなと思います。ビットコインの価格ははっきり言って本当にボラティリティが激しくって、今回の土日の件に関してもはっきり言って、そんなね予測できた人っているのかないないのかなって言われたら、いない人の方が多いじゃないですか。本当にわからないです。そこも誰にもわからない。なのでまず自分の軸を持って、このチャンネルを見てくださっている方々はもう大体ねビットコインの流れ価格分かってきていると思います。なので、大体ご自身が、まあ、妥当だよなって思える金額っていうのはね、やっぱ参入した時期とか、クリプトに参入した時期とかで全然変わってくると思うので、その自分が妥当だと思う価格に差し値を入れておく。そして、まあ、差し値を入れるっていうのは別に手数料もかからないし、入れておくことは別に無料でできることなので、とにかく差し値を入れておく。そして、ならその価格で買えたらラッキーだな。もしその価格よりも下がってしまった場合っていうのも全然ありますよ。私だって全然ありますよ。全然あります。なので、あるんですけれども、それはもう、気にしてられないですね。もう気にしてられない。これを何よりも気にしないで戦っていける一つの大きな理由というのはですね、余剰資金で戦っていく。これがもうマストです。なので、よく、もう、やっぱね、それ精神的にね、うわー、下がってるなっていうのは思います。思うんですけれども、余剰資金でやっているからこそ、ある程度の余裕はあるんですね。なのでもうだったらもう1年間、見ないとか、そういった手法もあります。なんですけれども、これはちょっとね、最近はおすすめができなくって、やっぱりね、その仮想通貨取引所でも、本当にいろんな、なんて言うんだろうな、ルールが変わったりとか、したりすることも本当にいっぱいあるので、1ヶ月に1回ぐらいはね、ちゃんと口座の確認していただきたいなと思いますし、なんといってもね、大谷くんの件でもそうだと思うんですけれども、お金にね、あんまりね、彼が興味がなかったっていうのは、まあ、すごく、意味はね、意味というかなって言ったら、ああ、そうなんだなっていうのはわかるんですけれども、やっぱり、興味がないと、自分の資産がなくなってたとしても、何にも気づけないんですよね。なので、興味がないと、自分の資産がなくなっていることに関して何も気づけないんですよね。そう、興味がないと、自分の資産が、盗まれていようとも、なんかこう、ハッキング受けていようとも、何もわからないじゃないですか。なので、少なくとも、1ヶ月に1回はね、そのホールドでガチホだったとしても、1ヶ月に1回は、必ずね、チェックしていただけるとね、一番、まあ、ご自身の安心感にもつながりますし、またその興味か、まあ、見ることで興味関心っていうのもね、勝手に紐づいてくるというか、勝手にこう、ああ、なるほどなってね、紐づいてくると思うので、ぜひ1ヶ月に1回はね、仮想通貨取引所に置かれている方は、そこでこう、そこで資産の確認だったりとか、あとはそのハードウェアウォレットで保管されている方は、そちらで確認っていうね、まあ、スタイルが、まあ、一番いいのではないかなと思いますし、この大谷くんの件でね、私はすごくね、特に仮想通貨は思いました。必ず皆さん1ヶ月に1回、最低1回はね、本当は1週間に1回とか、はしていただきたいんですけども、最低1ヶ月に1回は確認した方がいいんじゃないかなと思います。そして2位、パリで得てきた情報について、皆さん先週の動画ご視聴いただけましたでしょうか？ちょっと再生回数が少なくて、みたいな。すごくショックなんですけれども。まず1、ビットゲットウォレットについての動画で、もうビットゲットウォレットのアルビンさんに、インタビューをさせていただいた動画を配信しています。この中で皆さんにね、ビットゲット、仮想通貨取引所のビットゲットありますよね。と、ビットゲットウォレットの違いについてご存知ですか？アルビーさんが動画の中でご説明をしてくれています。で、
今なんでその仮想通貨取引所のビットゲットだけじゃなくて、そのビットゲットウォレットだったりとか、いろんな仮想通貨取引所が Web3 ウォレットというのを作ってきています。で、なぜこの Web3 ウォレットというのを作ってきているのかというのをね、ちゃんとちょっと今のうちに知識として入れといていただきたいなと思います。だってそもそもビットゲットもビットゲットの仮想通貨取引所だけで今のところ全く問題なくね、多くのユーザーさんもいらっしゃって問題なく進んでいる、まあ、大企業だと思うんですけれども、なぜそこで Web3 ウォレットというのにね着目してリリースをされているのか。そしてね、今そのビットゲットウォレットではエアドロップが獲得できるということで、今すっごい話題沸騰となっていますし、皆さん今のうちにビットゲットウォレットに参加してエアドロップ獲得しといてください。これ結構ね激アツなエアドロップだと私もそのアルビンさんとねお話をしていてすごく感じたので、これはもうゆるともに自信を持ってシェアをさせていただきます。そしてそのエアドロップを最大で受け取るために、そのトークンのスワップっていうのをすると結構大きなポイントがもらえるんですけれども、そのスワップの方法については動画の最後の方にアルビンさんが直接そのスマホでねどういう風にスワップやるんだよっていうのを教えてくれている動画をちゃんとね添付しておりますので、ぜひ最後の動画のね最後の方でスワップのやり方だったりとか、そのポイントのエアドロップのそのポイントの増やし方ね、ぜひ学んでいただけたらなと思います。なんといっても一番正確な情報となっているので、ぜひ参考にしてみてください。そして二つ目ね、みんなさんレッチャースタックスということで、スタックスが予約者に今年の春にお届けに上がります。ついにですね、去年から予約販売していたんですけれども、もうずっとねまだかなまだかな受け取れないのまだかなっていうねお声いただいてたと思うんですけれども、春に配送がされます。そしてまだ今予約できないんです。今予約できないなんですけれども、今レッチャーねビットコイン半減期のキャンペーン開催中なので、スタックスは予約とかね購入ができないんですけれども、他の製品に関しては購入するとビットコイン30ドル分のビットコインとか50ドル分のビットコイン受け取れるキャンペーン中なので、ぜひ皆さん今のうちにねハードウェアウォレットまだ一個も持ってないという方いらっしゃいましたら、ぜひ今のこの機会にねゲットをしておいてください。なんでこんなこと言うのかというと、レッチャーのナンバー2のイアンさんのインタビュー動画ご視聴いただけましたでしょうか。彼がおっしゃっていた、もう動画の多分中盤ぐらいかなに言ってたと思うんですけれども、まあハードウェアウォレットを使うね理由、私もすごく多分このレッチャーのナンバー2の方にこんなに率直にね聞くのはすごく失礼だとは思ったんですけれども、皆さんほぼほぼの方が仮想通貨取引所に仮想通貨の資産を置かれていますよね。なんでならそのレッチャーっていうハードウェアウォレットを使わなきゃいけないのかっていう、多分これはみんながすごく思っていることだなと思って、失礼ながらもね、このナンバー2の方にね、するようなご質問ね、ではないと思うんですけれども、多分みんなそういうふうに思ってるんじゃないかなと思って、率直にご質問をさせていただきました。なので、その回答については動画の中で、イアンさん直接してくださっているので、ぜひなんで仮想通貨取引所と、そのハードウェアウォレット、その違いね、なんでそのハードウェアウォレットというのが必要なのかということについて、学びたい方は前回の動画をご視聴ください。で、このイアンさんがおっしゃっていたんですけれども、仮想通貨取引所に資産を置かれているもし友人がいるとしたら、まあそれはそれでありでしょう。と。が、しかし、皆さんエアドロップとかでメタマスク使ってますよね。めちゃくちゃエアドロップでメタマスク使ってますよね。もうイアンさんはそのメタマスクが最も危険だということを言っていました。なので、今そのメタマスクに多額の資産を置かれている方に関しては、もうイアンさんとのインタビュー動画ですぐに見ていただきたいなと思います。本当にこれはねイアンさんとすごくお話をさせていただいて、私自身も
な知識ね、たくさんの知識をいただきましたし、これはね、もう仮想通貨保有者には必ずシェアしなければいけない情報だなと思って、私今追加でお話をさせていただいております。そしてこのスタックスね、皆さんも動画の中でリアルなものを見ていただいていると思うんですけれども、ここではとどまらないんですよ。本当にとどまらない。もう、なんて言うんだろうな。やっぱりその、ビットコインって言うと、儲かるって言ってね、投資目的で、はじめ皆さん参入されている方はとても多いと思いますし、今でももう儲かる、儲からないっていう判断基準で、まあビットコインだったりとか仮想通貨をね、触れられている方はとても多いと思うんですけれども、そのビットコイン仮想通貨の裏側のね、プロジェクトというか、なんて言うんだろう、ブロックチェーンだったりとかっていう技術がもうめちゃくちゃ進化してきています。で、ここの、その、下の、なんて、土台となるところを学んでいくことで、いろんなことに気づけますし、まあ一番はやっぱり資産を守れる。資産をある程度、その、なんて言うんだろうな、危険な目に遭わずに守れる。そして、かなりの最先端のプロジェクト、技術ということに気づける。これはもう投資に対してね、すごく、なんでメリットがあると思います。し、あとはそのテクノロジーの進化ですね。そのテクノロジーの進化をすることで、進化を学ぶことが、学ぶことで、本当に、あ、なんて言うんだろう。よく夢を描いていて、それが現実になるのかなっていうのが、みたいな、あ、現実になるのかなとか思うじゃないですか。なんですけど、それは話を聞いて、実際のものを見てると、お、え?みたいな。あ、もう夢物語じゃないんだなっていうのが、点と点で繋がるのかなっていうのかな。うまく説明すると点と点で繋がっていくんですよ。それを知ることで、よりビットコインのテクノロジーだったりとか、仮想通貨のテクノロジー、その下で何が動いているのか、どういったこれから進化を遂げていくのかっていうことを理解できるなぁと、私はそのイアンさんとお話をしていてすごく感じました。そう、こうしたね、かなりマニアックな情報に関しては、ゆるふわファンクラブメンバーシップの方で、シェアをね、させていただいておりますので、ぜひ皆さん、こういったちょっとマニアックなところがね、ちょっと気になられる方はメンバーシップ参加をしてみてください。はい、ということで今日はね、なんかすごい語り的な動画になりました。いかがだったでしょうか?今週はとってもね、忙しい一週間になると思いますが、もう引き続きゆるともに有益な情報をもう存分にシェアさせていただきたいなと思いますので、引き続きゆるふわの応援よろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画ね、お会いいたしましょう。バイバーイ。そういえばね、髪切りました。しかもこれすごいのが、ちょっとすごい雑談なんですけど、すごいのが、いつもお願いしている中国人の彼にね、指名でお願いしたんですけど、最後ね、お会計の時に、これ、前はね、1200円で切ってるんですよ。だから、あんま1200円ぐらいなのかなみたいな、思ってたら最後彼、お会計いらないって言って、みたいな。人生で初めてですよ。髪切って、しかも指名までしてて、まあ、1200円以上だなっていう覚悟ではいたんですけど、お会計いらないですよ。そんなことありえます?ということで、私はもう、彼なんか受け取りそうになかったので、チップとして、彼に直接渡しました。こんなことあるのかなみたいな感じで。はい、そんなことが起きた、ヘアカットでした。はい、それではね、バイバーイ。